縁二色性。物質は一般に電磁波を吸収します。ところが縁二色性を持つ物質では電磁波の吸収のされ方が単純ではありません。直線変更を右回りと左回りの和と考えたとき、縁二色性を持つ物質は左右のどちらかの回転成分のみを吸収します。すると物質を通過した後はこのように右回りと左回りのベクトルの和は楕円を描くことになります。この楕円の歪みを測定することで物質の縁二色性が評価されます。